はいといととうことで今回はですね森川智樹さんの「キャットフード」という作品を紹介していきたいと思います。まずですねあぱっと見なんだか猫が表紙にいてほんわかした話かなと思ってね、えー、個人的にはあの最初に本屋さん行った時は手に取らなかったんですけどもその後ですねあの期待の親鋭が送る「もう一期読み必至の知能線」っていう宣伝文句を見てもう自分はあの知能線大好きなんですぐね買ってしまいました。 で実際にですねこの物語の話を、えー、話していきたいと思います。まず最初にですねかわいい猫の話じゃないんですよ全然かわいくないですあの。どういう猫かっていうと化け猫なんですよね化け猫化け猫はもう無機物から有機物,有機物までもありとあらゆるものになれるとそういうふうな猫が登場する作品なんですけどもこれですねコテージをね、えー、作るんですねこれコテージじゃないんですよ4人の化け猫がですね え考えている人肉ミンチ工場なんですね。これ、人肉ミンチ工場と物騒ですよね。だから全然あの可愛い話とはちょっと違うんですよ。人肉ミンチ工場に人間を誘い込んでまあ、ミンチにしてやろうという作戦を企てるわけです。そしてですね。まあ、そのまんまと騙されてコテージに向かう4人の人間なんですが、実はですね。この中にたまたま人間に化けていた化け猫が1匹。 混ざってたんですね。でですね。そのまあ存在に気づくわけなんですけども。もお互いにただですね。この化け猫は飼い主的存在である一人の女の子とその友達を守りたくなるんですよ。っていう。まあ複雑な状況なんですね。で、しかも。この物語をもっと複雑にしているのは猫界のルールです。猫界には猫は猫を殺してはいけないってあるんですね。 だからこれは言ったら主人公は敵側を攻撃できないし敵側も主人公が攻撃できないしかもですねこれこの4人の誰が化け猫か化け猫が分かってませんなのでもうむやみに手を出せない状況なんですねそういうまあもうがんじがらめの複雑な設定になってますそしてですねピックアップしたいシーンなのでお伝えさせてくださいえ今こんなまあ非道なね猫の話をしたんですけども実はですねちょっと可愛いいところもあるんですねそれは何かっていうと 飼い主と飼い猫の関係がですねちょっと面白いんですよこの,このコテージを立案した人力民主工場を立案した猫もですね実は飼い主にはデレデレなんですよねっていうまあちょっとそういう猫らしさがあるところもあるので是非ですね、まあ、猫好きな人もです、ね、読んでほしいなと思いますそして最後にこの本の一番のポイントをお話しさせてくださいもうそれはですね何と言っても最後まで読んだら分かるんですけどもこの人間と猫っていう間のこの 微妙な関係がですね、まあ、作り出す、もう絶対に予測不可能なオチです。もうぜひですね、この本最後まで読んでですね、その自分がこの言ってる意味をですね、理解してほしいなと思います。ということで、今回は自分が大好きな作品キャットフードの紹介でした、えー。授業はここまでにしましょう。お疲れ様でした。<noise>